3月6日水曜日放送の奇跡体験アンビリバボー爆笑&衝撃&逆転 SP 大人気スイーツ誕生の感動秘話フジテレビ系午後7時9時をもってストーリーテラーのビートたけしとスタジオメンバーの剛力彩芽が番組を卒業。4月からはバナナマンがスタジオメンバーを引き続き務める新体制で届けていく。たけしは1997年10月の番組開始からのストーリーテラーとして約26年半出演。流行り廃りの激しいテレビの世界で同番組が今年で27年目を迎える長寿番組へとなったのはたけしの力なくしてはなし得なかっただろう。剛力は2012年10月に5代目 MC に就任し歴代最長の約11年半番組 MC を務めた。たけしと剛力の最後の出演となる3月6日の放送ではいろいろなアンビリバボー映像が盛りだくさん。世界各国で撮影された爆笑必至の瞬間を捉えた映像や心温まるほっこり映像まで届けていく。アメリカで自慢のバッグを片手に優雅に歩く女性。しかし次の瞬間その女性がバッグにまさかの行動を。バッグに見えていたのは実は丸だった。オーストラリアでは車を止めてどこかへと立ち去る男性の何気ない行動により命拾い。果たして何が起きたのか。中国で撮影されたのはしがらみから出たい犬と猫。しがらみの間からどうにか出ようとする猫を見た隣の犬が取った行動にスタジオは爆笑。ゲストの河合ゆずる、アインシュタインと本間日比 NGT48 は爆笑&ほっこり映像のオンパレードに大興奮する。さらに今や誰もが知るスイーツとなったとある大ヒット商品の誕生秘話も紹介。広島で小さな和洋菓子店を営む一家に生まれた男性はパン屋をオープン。焼きたてのパンが好評でメディアにも取り上げられオープンから2年後に多店舗展開を開始する。順風満帆に見えた経営だったが信頼していた幹部が突然辞表を提出しライバル店に転職。赤字と人手不足で追い込まれる中何か一つ名物といえる商品を作ると決意する。そして奮闘の末に私たちがよく知る究極のパンが完成。スタジオではゲストのゆうちゃみとリリーフランキーがその大ヒット商品を実食しその味に感動する。収録の最後には10年以上スタジオを共にしてきたバナナマンから11年半お疲れ様でしたありがとうございましたと剛力へ花束が贈られた。剛力は11年半長いですね。20歳になった直後にこの番組が決まり20代全部を一緒に過ごさせていただきました。いつも変わらず温かく迎えていただき見守っていただいたスタッフの皆さんバナナマンさんが家族のような存在でした。最後の最後までバナナマンのお二人には頼りっきりでしたがこの番組からは人間として学ぶことがたくさんありました。今の剛力彩芽がいるのは間違いなくスタッフの皆さんバナナマンさんのおかげです。ありがとうございました。と目に涙を浮かべながら思いの丈を述べスタッフ出演者一同から盛大な拍手が送られた。4月からの奇跡体験アンビリバボーはバナナマンが引き続きスタジオメンバーを務めこれまで同様に番組独自のスタイルであるアンビリ取材班による徹底した取材とクオリティの高さを追求し続ける綿密な VTR とともに番組を届けていく。お笑いタレントビートたけし77がフジテレビの人気番組奇跡体験アンビリバボー水曜後 8.00 を降板することが21日決定した。同日にフジテレビが発表した。ビートたけしは1997年10月の番組開始からストーリーテラーとして約26年半を出演。予測不可能な出来事に人生を左右された人々のアンビリバボーな話を紹介するストーリーテラー役として務めてきた。同局は流行り廃りの激しいテレビの世界で同番組が今年で27年目を迎える長寿番組へとなったのはビートたけしさんの力なくしてはなし得なかったと感謝。3月6日に放送する奇跡体験アンビリバボー爆笑&衝撃&逆転 SP 大人気スイーツ誕生の感動秘話が最後となる。またスタジオメンバーの剛力彩芽も同時に番組を卒業することが決定。剛力は2012年10月に5代目 MC に就任し歴代最長の約11年半も番組 MC を務めた。このほど最後の収録が行われ10年以上も共演してきたバナナマンから11年半お疲れ様でしたありがとうございましたと花束が贈られた。剛力は11年半長いですね。20歳になった直後にこの番組が決まり
20代全部を一緒に過ごさせていただきました。いつも変わらず温かく迎えていただき、見守っていただいたスタッフの皆さん、バナナマンさんは家族のような存在でした。最後の最後までバナナマンのお二人には頼りっきりでしたが、この番組からは人間として学ぶことがたくさんありました。今の剛力彩芽がいるのは間違いなくスタッフの皆さん、バナナマンさんのおかげです。ありがとうございました。止めに涙を浮かべながら思いの丈を述べ、最後はスタッフ出演者一同からの盛大な拍手に包まれた。4月からはお笑いコンビバナナマンがスタジオメンバーを引き続き務める新体制で放送する。